にゃんにゃにゃーん。ミステリー作家の七尾よしだよ。コロナウイルスってミステリー作家的に面白いキャラクターだなって思いますみたいなね、そんな話をしていこうかなと思います。連日コロナに関するニュースが流れていますよね。感染者数が何人だの、過去最高だのとかさ、お盆の帰省は自粛しろ、でも GoTo だから旅行は大歓迎だよとかさ、あと GoTo のホテルで感染した感染者数は公表しませんみたいなね。まあ、なんていうか政府や人々の迷走ぶりも、傍から見てるとさ、面白いじゃないですか。いやー、笑っちゃ不謹慎なんですけどね。でも、コロナでさ、死んだとか、とんでもないことになってるって話は、ほんと聞かないですよね。ほとんど聞かないですよね。僕の周囲、友人とか知人でもね、亡くなったとか、重症化したとか、まあ、それどころか感染したなんて話もね、聞いたことがないんですよね。騒がれてる割にパンデミックだっていうね、実感がまるでないんですよ。皆さんもそうじゃないかな。なんか、日本政府やマスコミが、いや、今日本はね、好景気だ、好景気だとか言ってるけど、自分の家計にはまるで実感がないみたいなね、まあ、そんな感じなんですよね。実際は、感染しても死亡率がほぼゼロに等しいんですよ。それって何だろうね。いや、まあ、感染はするんだけどね、死亡率がほぼゼロに等しい。例えばさ、草食系ゾンビとか、血が苦手なヴァンパイアみたいな存在だと思いません？ ねえ、ゾンビとかヴァンパイアって人間からすればさ、明らかに脅威なんだけど、いや、こいつら全然怖くねえよみたいな。だってさ、草食系ゾンビだから、まあ、草食系だから人は食わないし、血が苦手だから、まあ、血を吸われることもないじゃないですか。ゾンビはヴァンパイアのくせに、実は人畜無害じゃねえよ、ねえかよ的なね。いや、コロナって、そういう設定のキャラクターだと思うんですよね。もしね、コロナを知らない、例えば、1年前に、このコロナウイルスの騒動をですね、小説で書いたとしたらですね、いや、編集さんは、いや、こんなのリアリティがねえよってね、突っぱねるんじゃないかなと思うんですよね。そもそも、今までの小説や映画の世界では、いや、普通はさ、パンデミックって言ったらさ、まあ、人類の半分以上が死滅しちゃったり、最近だと、ゾンビになっちゃうのが定番じゃないですか。まあ、それがパンデミックってやつじゃないですか。いや、人が死なない？いや、ましてやゾンビにならないなんて、いや、パンデミックでも何でもないわけですよ。でも、コロナパンデミックって、人々の健康に危害を加えない。ましてや死亡率がほぼゼロに近いわけで、編集者的にこんなのパンデミックとは言わねえよってね、原稿を突き返されてしまうでしょうね。まあ1年前だったらもう間違いなくそうだと思いますよ。いや、こんなパンデミックなんてありえない。リアリティがないって言われるはずです。でも、リアリティのないパンデミックが実際今現在起きてますよね。これって例えば、スティーブン・キングの呪われた街とかね、あと、小野冬美さんの四季みたいな話に近くなるんじゃないかって僕思うんですよ。コロナはパンデミックっていうよりは、実はね、侵略に近いのかなと思うのね。侵略。静かにじわじわと広がって仲間を増やしていくみたいなね。まあ、例えば呪われた街や四季は、街の住民が徐々にこう吸血鬼になっていくという話なんですよ。最初は少人数だったんだけど、住民たちが気づかないうちに徐々にその数が増えていったんですね。吸血鬼は最初はマイノリティだったんだけど、その数が増えてやがて人間との立場が逆転していくんですよ。まあ、要はね、マジョリティだった自分、要するに人間ですから、マジョリティだった自分がいつの間にかマイノリティになっていくっていう恐怖を描いた作品なんですね。吸血鬼は言うほど、まあ、この物語に出てくる吸血鬼って言うほど人間にね、危害を加えてないんですよ。まあ、吸血鬼になれば、まあ、彼らの仲間として生活していくだけの話なんですよね。コロナが今世界を呪われた街にしているんじゃないかと思うわけです。現時点で感染者はマイノリティですよ。まだそんな感染者ってね、増えているとはいえ、そんなに多くないですからね。非感染者たちが、こう感染者をバッシングして今問題になってますよね。だけど、感染者が爆発的に増大すれば、いずれ感染者と非感染者数のね、数がね、逆転します。そういう時が来ますよね。その時には、我々、非感染者は世界におけるマイノリティな存在になっていくわけですよ。そうなると、バッシングや差別を受けるのは、
非感染者になってしまうかもしれないって話なんですよ。だってマジョリティになった感染者はこれ以上感染者を増やさないようにとね、非感染者に気を使って生活しなければならないわけですよ。だけどさ、そんなマイノリティのためにマジョリティが気を使ってね、肩身の狭い思いをするなんて、まあ、大半の人はバカバカしいと思うじゃないですか。なんでそんな少数派のため、マイノリティのために自粛したりさ、マスクなんてしなくちゃいけないんだって、そう思うようになってくると思うんですよね。そうなると、今度は感染者が非感染者を叩くようになるんじゃないでしょうか。そんな社会がすぐそこまで来てるんじゃないかと思うわけです。でも、こんな世界観なんて今までなかったじゃないですか。ゾンビや吸血鬼が大手を振って外を歩いて、人間が隠れながら、こう肩身の狭い思いをするなんて、いや、そんな世界観今まで小説でも映画でもなかったと思うんですよね。中には、マジョリティである感染者に積極的になろうとする非感染者が出てくるかもしれないですよね。おー、俺にウイルス移して仲間にしてくれみたいなね。そうやって願い出てくる非感染者が多数出てくるような、そんな世の中になっちゃうかもしれないよね。そう考えると、コロナウイルスっていうのは、とてもね、小説的には斬新な設定なんですよ。今までになかったね、世界が描けそうなんですね。世界的なパンデミックなのに、人は死なない、ほぼ無症状。こんなの、フィクションでも、ノンフィクションの世界でもね、なかったですよね。なかったよ、なかった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 。ないよ、ないよ、そんなのない。まあ確かに、コロナウイルスは、人々の健康や命にはさほど被害を及ぼさなかったですよね。でも代わりに我々人類の文化とか生活とか価値観というものをね、ぶっ壊してくれたわけですよ。むしろぶっ壊したというよりはパラダイムシフトを促しましたよね。それによって人類はもしかしたらかつてない進化を遂げているのかもしれません。ビフォーコロナが人類 1.0 なら、アフターコロナは人類 2.0 みたいなアップデートっていうかね。去年の今頃までは、テレワークとかリモートなんて、ただの幻想でしたよね。憧れでしかなかった。でも、現実的に会社に行かなければ、仕事にはならないって皆さん思い込んでたでしょ？だからみんな、足しげく会社に通っていたわけですよ。満員電車に詰め込まれてね。だけどコロナによってリモートが今や定着しつつありますよね。あ、むしろリモートじゃないとダメみたいな空気がね、蔓延してますよね。いや、もうな、会社なんか行くなよ的なね。で、実際それを実行してみた、やってみたらですね、十分に仕事が成立するし、いや、何かとプラス面が多いってことがみんな気づいたわけですよね。さらには短期間でリモートの環境があっという間に整ってしまいましたよね。これわずか半年ですよ。いや、半年もかかってないよね。3ヶ月4ヶ月ですよ。このわずかな期間で人類のビジネススタイルが大きく変わってしまった。これはね、とんでもない進化ですよ。今までリモートなんて、もうなんだろう。もう去年までね、もうリモートなんていうのは近未来 SF 小説の出来事だったんですよ。それがわずか半年で実現してしまった。コロナによってほぼ産業革命並みの進化を人類は遂げちゃったわけです。いや、だからさ、コロナってなんだろうなーって思うわけですよ。人類にとってコロナってのは脅威なのか、それとも全く別の存在なのか。でも思うんだけど、コロナって実はさ、すごく賢いんじゃないかなと思うんだよね。もしコロナが人類をあっという間に死滅させちゃったり、あとゾンビにしちゃうような毒性持てたらさ、人類は本気になってコロナを撲滅しようとしますよ。世界中のありとあらゆる英知を結集させ、力を合わせてね、全力以上の全力でコロナを撲滅しにかかります。もう在野にはね、とんでもない天才がゴロゴロしていますからね、全人類の天才やスーパーコンピューターなんかを総動員すれば、もしかしたら今頃特効薬なんか出ていたかもしれないですよ。そのぐらい人類っていうのはね、すごいんですよ。でもそれってコロナにとっては困ったことになるわけですよ。だってあっという間に撲滅されちゃうんですもん。だからコロナちゃんたちはね、人類に忖度したんじゃないでしょうかね。いや、僕たちさ、確かに感染力半端ないけど、そんなに悪いウイルスじゃないんだよ。ほら、だってさ、そんなに死亡者出てないでしょ、重症患者も出てないでしょ。できるだけ皆さんには迷惑かけないようにするから、人類の皆さん、僕たちコロナと共存してくださいよ、お願いしますよ的なね。まあそんなスタンス、
スタンスでね。実際人類はそこまで今現在本気モードになってないですよね。いや、もしこれがね、バイオハザードみたいにね、皆さん、ゾンビになっちゃったらさ、日本政府だってのんきに GoTo なんてやらないですよ。いや、むしろそんなことやってたらさ、GoTo ヘブンとか、GoTo ヘルになっちゃうよ。ねえ。だから今はね、全然本気モードじゃないの、人類もね。英知も結集してないですよ。まあ、人類がね、本気出したら、そこんじょそこらのゴジラとか、宇宙人だって殲滅できますからね。ましてこんなね、コロナウイルスなんて目じゃないです。だからこそ、コロナちゃんたちは、我々人類に忖度しているんですよ。そうやって、生き延びようと、図っている。実に賢いウイルスじゃありませんかと思いませんか。だけど、コロナとの共存認めたらどうなるんだろうね。まあまあ、きっと僕たち人類の社会は大きく変わると思いますよ。まあ実際変わってきてるしね。まあまあ、今ね、なんかどちらかというとコロナと共存していこうとしてるんじゃないかしらと思うんですけどね。進化もするけど、例えば、マジョリティとマイノリティの分断はあちらこちらで起きるでしょうね。それがエスカレートすれば、例えばね、非感染者と感染者たちの間で、大きな戦争が起きるかもしれないですよ。戦争やだね。まあ、こうなるともう宗教戦争みたいなもんだよね。そうならなくても、例えばさ、ジェノサイドがね、起こるみたいな。感染者たちが、非感染者たちをさ、殺戮してくお前らうざいんだよって。それこそ、ルワンダの大虐殺のようなジェノサイドが起こるかもしれないですよ。怖いよね、これって。いや、でも、わかんない。本当にコロナによって人々はね、幸せになるかもしれないし、とんでもない悲劇を引き起こされてしまうかもしれない。だからやっぱりね、コロナのない時代に戻したいですよね。さすがに、疲れてきちゃったっていうのもあるしね。でもあれだよね、コロナすごいよね。こんなクソ暑い、大体ウイルスなんていうのはさ、暑さに弱いじゃないですか。こんな夏のクソ暑い時にね、ほとんど、例えばインフルエンザなんてほとんど活動しないわけですよ。にもかかわらず、コロナはね、感染者減るどころか増えてますからね、このクソ暑い夏でも。で、梅雨時のね、なんだ、湿度が高いとウイルスっていうのは、空気中の水蒸気に阻まれて、そんなに広がらないわけで、拡散しないわけなのに、それもものともせず、感染者増やしていきましたからね。いやー、やっぱりコロナちゃんってね、なんだかんだ言ってすごいと思いますよ。これさ、乾燥する、この冬になったら、一体どうなっちゃうんですかね。一日あたり3000人とか、それこそ1万人なんていう感染者が、どんどん増えてったらさ、それこそさ、本当に、感染者が社会のマジョリティになって、非感染者がね、マイノリティになって、その間に分断が生まれ、大きな争いが生まれるかもしれないなんて、そんな小説書いてみたら、面白いかもしれないけど、まあ今だったらね、編集者も分かってくれるんじゃないかな、みたいなね。はい。まあそんなことがね、実際の社会で起きなきゃいいなと思っております。はい、というわけで、今日はここまでです。どうもご視聴ありがとうございました。可愛いでしょ、フェイスリグ。このワンちゃんね。あ、このワンちゃんに名前つけようと思うんだけど、なんて名前がいいかな。ちょっと考えてみますね。それじゃあ、さよなら。バイバーイ。